こんにちは、日本改革党豊島区議会議員、くつざわりょうでございます。達郎様、やすけい様、猫ヴァンパイア様、ポスティングボランティアお申し出ありがとうございます。こちらはまたおかわりで、追加で配ってくるという方ですね。誠にありがとうございます。引き続きご支援、ポスティングボランティア、離島ポスター貼りボランティア、メール党員様を募集いたします。こちらの離島で、全部でなくても、一つの島でも、いいんで、住んでる方や住んでらっしゃる方を知ってる方とか、お仕事で通われてる方とか、ボランティアさんいねえかなって思っております。よろしくお願いいたします。顎の手術の今日抜歯してきました。結構中ギューって塗ってあったんですけれども、腫れが引いてないなってことで薬追加されちゃいました。洗浄しますねなんつって凄まじく痛かったです。なんかしんねえけど、こう横になって上向きに口開けて寝てたんですけど、椅子の上にね、腰浮いちゃいました。あーひどかったです。5代前まで戸籍公開、本ツイートで1万、保守速報さんで2300、シェアニュースジャパンさんで 2.1 万いいねがつきました。さぞかし左翼が発狂するかと思ったら、そうでもなかった。2ちゃんにもスレッド立っておりました。それで私の10年以上前の前科前科ってわめてるだけで全く相手にされておらず、かえって後ろめたい連中が大騒ぎ、騒ぎ立て知られるとまずい案件なんで、スクランブルでも同様ですね。スルーする方針かなーって思ったりとかしてね。他の候補や議員も自主的にやってくんねえかな、スルーできねえように連中が。立候補するならば戸籍謄本公開すべきと。戸籍公開が当然って風潮になればですね、決して出せない山本太郎とか蓮舫とか前原誠司だの福山だの菅直人だの小沢一郎だの落選させられるのにね。あと東京選挙区参院選に蓮舫も出ますんでね。もし選挙期間中に凱旋なんかやってるとこ見かけたら、戸籍謄本見せろ、言って応援してあげてください。謄本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 って連呼してもいいですね。これつまみ出されるまで、やるといいかと思います。めったなことではですね、30分以上それやってるとかっていうのでない限りは捕まりません。選挙妨害にはなりませんので、安心して蓮舫を見かけたら、戸籍謄本見せろ、謄本謄本という言葉で、応援してあげてください。よろしくお願いします。日本政府、医療事務コスト削減のためマイナ保険証に変え、従来の健康保険証をなくす方針だそうであります。マイナンバーカードに内蔵するわってことらしいんですけどね。ネットの反応です。スマホアプリで行けるようにしてちょうだい。今更だけど保険証をマイナカードにした方が早かったかも。それもそうかも。顔写真入りだからなりすましできなくなる。いいことだわ。他人の保険証が使えなくなる。一度も使わないうちに5年経ってしまった。マイナンバーカード作って5年何もしねえた、経っちゃったのかな。まあまあ何にもやることなければ、例えばネットカフェとか行くであるとか、そういうとこね利用しなければなんもねえわな。車買うとかそういうのなければね。保険証に顔写真つけたらこれでいいと思いますよ。私も、なんか手っ取り早く、なりすまし詐欺、他人の保険証使うの防ぎたければ、インド人とか中国人とか年齢が10歳ぐらい以内だったら全然わかんないですよね。顔写真ねえと。インド人なんか顔写真あってもわかんなくない？料理店、カレー、本格カレー料理店、まあインド人じゃなくてパキスタン人って噂ですけども、全然店員さん見分けつかないですよね。保険証ないと死ぬ年になってきた左翼さん涙目。あはははは。保険料払ってない、反体制だからそんなの払ってられっかって気概を持って生きてきた左翼さんも、そろそろ病気がちな年齢に、
90近い両親が作ったが、大事にしまい込みすぎてとうとう出てこなかった。あるある。これシルバー川柳なんかにも、ありますよね。大事ならしまうな、二度と出てこないとかですね。これから一人暮らし高齢者が増えてくるから、本人確認できる身分証明は必須だと思う。ね、どこの誰だか、本人もなんかわけわかんなくなっちゃって、なんて、人でね、一人暮らししてる方で、なんて言うと困りますもんね。で、顔写真ついてるから、あ、これはこれこれなんちゅう人みたいに確認できないと。免許もパスポートも、統合しろ。いちいち不便だ。スイカも統合してくれ。保険証だけじゃなくて、他のも統合してくれ。いう意見もありました。基本的には賛成であります。やましいところがない人は、何も困りません。何を出しても。私も戸籍謄本出しましたけれども、どうせ住所と名前と親族関係、誰の子供とか、誰の長男とか、誰の父親とか、いうので、国家に管理されてますからね。なんかの証明がなければ、何もできないですよね。車も土地も買えない、家も借りれない、身分証なければ。なんかなければね。国家あっての日常だな、これがな、思います。お金少ながれ、国家に管理されるんだよ、国民は。だってそうしないと、国家が国民の面倒見らんないでしょ。一応把握しとこないとさ、保険証に顔写真がつくことを嫌がる連中が大反対しそうですが、個人情報ガーとか、プライバシーガーとか言って、すでに左翼どもはですね、違う病院に病歴がバレるっつって反対してるみたいであります。怪我で病院に行った時に、メンヘラがバレると嫌。っていうことらしいんですけど、他の病院で、もらってるメンヘラの薬とか、バレると嫌ってことらしいんですけどね。自民参議の小野田紀美さんによればですね、本人確認できるだけで違う病院のカルテがずらずら見れるってことではないそうであります。これも左翼の嘘と。左翼は脳みそツルツルなんで、誰かの言葉を鵜呑みにしてるかもしれませんね。インフルエンサーの左翼が、こうじゃないかみたいな言ったのを、鵜呑みにしてギャオ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 騒いでるだけかもしれないですけども、なんせ脳みそツルツルなんでね。試験ですけど、本人の病歴全部見れた方が治療しやすいですよね。私も肺がん手術の時に、高血圧、糖尿病ありませんか、体に金属入ってませんか、入れ墨ありませんか、いろ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 聞かれて面倒でしてから、特に精神病の病歴なんですけど、アホな刑法39条のせいで、キチガイには殺されぞって現状なんだから、医療関係者だって、キチガイはキチガイって把握しておきたいですよね。ね、盲腸の手術ということで、別に関係ねえっていうことでもなくてね。刑法は第39条。心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為はその刑を軽減する。減刑する。要するに、まあ、キチガイ無罪ってことなんですけども、懲役や死刑にはですね、社会の見せしめであるとか、犯人の更生する時間を与える、なんかの他にですね、危険人物を隔離して一般社会を守る。社会から危険人物を遠ざけるっていう目的あるんですよ。永久に社会から遠ざけるっていうのが死刑ですよね。我々の社会の安全のために懲役があるのならば、キチガイは改心が難しいんだから、キチガイがゆえに起こした犯罪はやめろって言ったってやまないでしょ。改心が難しいんだから、むしろ一般人より長い懲役で長期間隔離しとくべきではないかというのが私の意見であります。まあ異論は認めますけどね。39条適用は年間5件程度だそうであります。刑事事件の総数は年間50万件ぐらいなんで、10万件に1件がキチガイ無罪になっちゃってるわけなんですけど、警察の捜査の段階でですね、明らかなキチガイ、明らかすぎるキチガイはそもそも起訴されないんです。実際はもっと多いはずなんですよ。検事も起訴を諦めるぐらいのキチガイならば、報道にも名前出ません。これ不起訴の可能性があるからとか言われると、
報道も名前出さないですけどね、報道に名前出ないある国の犯罪者はですね、そんぐらいのキチガイと同じ扱いされてることを喜んでないで恥と思わないといけないよ。そんぐらいの基礎を諦めるぐらいのキチガイと思われて名前が出ない、とある国の犯罪者、喜んでる場合じゃないからなお前ら、面倒だからスイカもパスポートも運転免許も統合しろって意見ありましたけれども、それもいいんですけど、何もかんも一つにしちゃうとなくした時に大困りじゃないですか。なくしたんですけど、どこの誰ですか、私 どこそこに住んでる誰々ですけど、なんか証明するものありますかって言われた時に一つも残ってないとこれ困りますね。DNA 登録しといてすぐ再発行してもらえる体制ならいいけどね。出なければ、高齢者とか困っちゃうんじゃないのかな。ほら、しまうと出てこないでしょ。あとね、他に証明ありますかっつって、それもしまってて出てこなかったりするんでしょう。まあ、この動画見られてるような頭脳明晰な方はそんなことありませんけれども、私は平気ですけど、マイナカードに DNA 登録義務付けなんてことになったら、さぞかし左翼が発狂して騒ぐんだろうな。灰乗り、背乗り、ほぼ不可能になりますもんね。もう見物だなぁ、いう感じであります。我が国に一番いらない予算は、男女共同参画予算ですが、いきなり決めつけてますけど、今の、それの担当大臣野田聖子だったんだって、やっぱりっつうか、なんつうかっていうね、自民党が男女共同参画会議開催、野田大臣、少子化や人口減少に対抗する会議が男女共同参画だーとか言っちゃったらしく、炎上してました。あはは、ネットの反応です。バカ、ギャグだろ。何寝言言ってんねん。そしてますます少子化。遅れてるんじゃなくて、間違ってんだよな。これがこれで、どうして少子化対策なの？女だから活躍させろは違うだろ。男女平等なのに、女性にばっか勝てたらダメでしょ。女が仕事すっから少子化が進んでんだぞ。三人産んでもらわないといかんのに、女性を働かせている暇なんかない。女性の経済的自立が少子化の歯止めになるなら、議員や経営者に子供多いはずだけど、そんなことないよね。まあ、お金、入ってくる女性議員、女性経営者は、5人も6人も子供いて、いなくちゃおかしいのに、そんなことないよね、いうことですかね。試験ですけど、女性を働かせて、経済的に自立すれば、子供増えるって野田は言ってるらしいんですけど、このぐらい頭悪くないと言えないセリフだな。経済的に女性が何の心配もなくなったら、ますます結婚しなくなるでしょう。より好みして。私より稼いでる男じゃなくちゃ嫌って調べてみたら、人口の 1% しかいなかったそんな男がみたいな、そういうことがあるでしょ。こいつ実は野田聖子って工作員なのかな、旦那は日本人じゃねえし、少子化を解決するには金持ち女性を増やすより、働いて働いて働きまくって、結果金持ちになりましたっていう女性増やすよりも、専業主婦を増やさなくてはならないんだぞ。どなたでもですね、出産前、出産、あと出産して、乳児を抱えてるときは、何もできなくなっちゃうんだから、付きっきりでさ。したらその間、専業主婦やってられる経済的な豊かさが必要でしょうよ。でないと少子化なんかどうにもなんねん。だったらですね、専業主婦を選べる豊かな社会、経済、目指すのは真の少子化対策だと私は思います。男女共同参画の正体は、女は男並みに働いて税金払えっていうのと、企業は女性にもっと給料出せっていうのが、正体ですね。フェミはすぐ女性議員増やせとか、女性経営者、女性役員増やせとか言うけど、女性のドガダ増やせとか、ゴミ清掃職員に女性が少ないとは言わない。なぜならスパイだから。そして専業主婦を増しております。
専業主婦を憎悪するあまりに恋愛も憎悪、結婚も憎悪で、それに近そうな外見的にモテそうな女性もついでに憎悪してますね、フェミどもはね。まあこいつらはただの破壊工作員ですから、まあ見かけたら片っ端からブロックしてますけどね。女性に3人ずつ産んでもらわないといかんのにっていうのは、これは正しいですよ。だってね、4人に3人しか結婚しないってデータ出ちゃってますから。女性障害未婚率 25%、近いうちに 30% になるだろう、女性ね。したら今まで通り2人がかりで2人作ってたんじゃ国家がなくなってしまうから、あの結婚した4分の3の方々には3人頑張って産んでもらいたいっていうのは本当であります。国家あっての結婚、国家あっての自由、国家あっての生命とするならば、そんなね、あの女性、私は働きたいわ、クズな男と結婚したくないわ、子供産みたくないわなんていうのよりも、まあ、あのそういう方もじゃあ結婚しなくていいよっていうので尊重しますけれども、まあ、結婚した以上は3人産んでちょうだいなっていうのも優先されますよ。国家あっての結婚だからね、なんせ、国家あっての夫婦だし、イギリス BBC 数年間、今後数年間で1000人職員減らします発表しておりました。 BBC4 チャンネルは廃止します。 CBBC、キッズチャンネルも廃止しますと発表しておりました。ネットなんです。 NHK は欧米を見習え、 NHK も職員数を10分の1にする必要がある、 BBC を日本の公共放送にしろ、テレビ局全部いらない、 NHK 子会社がパナマ文書に載ってた、ありそうだな。名前が書かれていない封筒が NHK から届いたが、期日までに書いて届けないと大勢で乗り込んでくるそうだ、まるでヤクザそのもの。そうなんだ、知らなかった。でもゴミ箱で大丈夫です。名前書いてなくて住所だけ書いてある特別当てどころ配達っていうので NHK が契約しろよみたいな脅迫状を送ってくるんですけど、ゴミ箱で構いません。集金人に面談を強要されたらですね、刑法223条強要罪で110番してください。放送法にも他のどんな法律にもですね、 NHK 集金人と話さなければならないっていう法的義務全く規定されてませんので、あいつらね、ちょっとお話しようって、それ強要ですから、強要罪です。こっちが嫌だって思ってたら強要罪立派に成立しますんで、逮捕させてぶち込んでやってください。そういう事例が重なりますと NHK 出勤人になり手がいにくなって NHK は滅びると、こういうふうなことになっております。2年間は受信料を徴収しない措置に合わせて、まあリストラでしょうね、 BBC ね。外国は解雇しやすいし、日本よりも1000人って BBC 職員の何パーセントなんだろう。NHK 職員総数が約1万人であるっては分かってるんですけど、まあイギリスは何のかんの言って人口8000万ぐらいですから、まあ1万人よりは少ないでしょうね。結構な数、頑張ってリストラするんでしょうか。受信料を値下げするために合理化しますとか、職員減らしますとかは決して言わない NHK が気に入らないと。日本改革党は今後も地道に支部長を増やして街頭でスクランブル、を訴えます。まあスクランブルイコール NHK 解体、NHK 崩壊なんですけれどもね。というわけで、引き続きポスティングボランティア様、離島ポスター貼り様、メール党員様、募集しております。デトックスジャパン。